はい？何を言ってるの？だから愛人と再婚するんだよ。ガキは邪魔だからババアが引き取れ。実の父親から邪魔だと言われ、ユータは驚いて震え、顔色が青ざめた。その日の深夜、私は突然目が覚めた。隣から何か笑い声がしていたからだ。それは寝ているはずのユータから発せられていたものだ。どうしたの？眠れないのかい？私の名前はアイカ、57歳の主婦だ。若い時に夫を病気で失い、シングルマザーとして一人で娘のさやかを全力で育ててきた。亡き夫の分も仕事を頑張らないといけなかったので、さやかには寂しい思いをさせてしまったが、そうやって私が忙しい中でもさやかは家事を率先して手伝い、温かく思いやり深い性格に成長してくれた。私よりもしっかりしている部分があり、自慢の娘だ。学業成績も抜群に良かったさやかは、大学卒業後に有名な企業に就職し、そこで出会ったエリートのたかしと結婚した。そしてその翌年には孫のユータを授かった。娘夫婦の家に訪れると、たかしは家にいないことが多い。さやかによると、彼は残業や出張が頻繁にあるそうだ。たかしさん、仕事がとても忙しいみたいで大変なのね。でもその分稼げてるから生活は楽じゃない？そう話すと、さやかは沈んだ表情で私に心の内を明かし始めた。たかしは仕事を盾にして育児から逃れようとしてるのよ。家にいる時もすぐに外出してしまって、家庭との触れ合いや夫婦の会話もままならない状況なの。たびたびユータの面倒をさやかが頼んでも、たかしはちゃんと相手にせず、子供を放置してソファーでスマホゲームに没頭することが多いそうだ。例えばユータがうっかり皿をテーブルから落として料理が散らかっても、たかしはそれを無視するそうだ。そして何もしないで出かけてしまい、帰宅したさやかが掃除を余儀なくされることもしばしばとのこと。またある時、ユータが勢いよく壁に落書きをしても、たかしはただ笑って見ていて注意一つしなかったそうだ。たかしは怒るべきじゃない、リラックスした育児スタイルをとってるんだと主張するけど、私にはただ放っておかれているようにしか見えないの。さやかが苛立ちを隠せずに、たかしに子供ともっと関わるよう促しても、たかしは無関心な態度を崩さない。俺は子供に自由を与えるタイプだ。余計な口出しはいらない。そう断言して話を聞く姿勢も見せないそうだ。以前はあんな人じゃなかったのに、最近は家族への態度がひどく適当なの。さやかがそう漏らしてため息をついた。ユータを可愛がるふりをしながら、実際にはそうでもないから、ユータもタカシに懐かないの。それがさらに余計にタカシをイライラさせてるみたいで、悪循環になってるの。どの家庭もそれぞれの問題を抱えているものの、さやかたちの家庭の問題は特に深刻だ。娘の家庭の問題に私が口を挟むわけにもいかず、たださやかの不満を聞くだけで自分の無力さに苛立ちを感じていた。そして時が経ち、さやかが結婚してから7年が経過した頃、彼女に会うたびにどんどん元気が失われていくのを感じた。さやか、顔色悪いね。なんか調子悪いの？ちゃんと食事とってる？理由を尋ねても、さやかはただ微笑んで何も教えてくれなかった。たかしさんは子育てに協力してくれてるの？まだ自分中心な振る舞いをしてるの？ママ、いや、ううん、別に大したことないよ。家は大丈夫だから。さやかは一瞬何か言おうとする様子を見せたが、結局何も話さなかった。それほど話しにくいことがあるのだろうか。明らかに問題があると感じられる娘の様子に、私の不安は深まった。さやかが家を出た後、
不思議なことに、たかしから彼女何か言ってましたかと探るような電話がかかってきた。私は何も聞いていないと答えたが、たかしはしつこく問いただした。彼女、最近ちょっと育児ノイローゼ気味なんで、思い詰めて突拍子もないことを言ってるかもしれないんですよ。なんか変なことを言ってるかもしれませんが、気にしないでください。夫婦の問題なので、夫婦で何とかしますから。そう言ってたかしは電話を切った。直前に我が家を訪れたさやかは優香を連れてきていたが、優太は静かで賢い子だったため、育児ノイローゼなどということはないだろう。そしてさやか自身も優太を愛情深く可愛がっていた。じゃあなぜたかしはさやかがノイローゼなのだと主張するのだろうか。今まで全然私と関わろうとしてこなかったのに、急に電話をしてきたのは怪しい。彼は何かを隠しているのではないだろうか。そのように強く感じた。そしてその不安は現実のものとなった。え？さやかがですか？すぐに向かうわ。それはたかしからの連絡だった。さやかが自宅の2階のバルコニーから落ちて病院に運ばれたと連絡があった。たかしによれば、仕事から帰宅した時に庭で倒れているさやかを発見したという。彼の説明では、さやかがバルコニーで洗濯物を干している最中にバランスを崩して落下した可能性があるとのことだった。しかし、私はその説明に強い疑念を抱いた。洗濯物を干してたって？朝からひどい雨が降っていたのに、そんなことをするはずがないわ。それでもたかしはさやかがバルコニーにいたと主張した。彼の話にはどこか不自然な点があり、私の疑念は深まるばかりだった。病院に到着し、さやかの元へ急ぐと、彼女はベッドに横たわり目を閉じたままだった。医師からは意識が回復するかどうかは分からず、容体が急変する可能性もあると告げられた。さやか、どうしてなの？何かあったなら話してくれてもよかったのに。私はさやかの横顔に涙を流しながら問いかけたが、返答はなかった。その後、私は毎日病院へ通い、娘の回復を心から願った。さやか、早く目を覚まして。そう彼女に呼びかけ続けたが、さやかが入院した日から、たかしは仕事を理由に一度も見舞いに来なかった。彼は本当に自分の妻のことを心配しているのだろうか。そして、優太はどうしているのだろうか。不安は日に日に重くなり、私自身も心身ともに疲れ切っていった。そして数日後、意識が戻らないまま、さやかの状態は変わらず、ついには息を引き取ってしまった。さやか、目を覚まして、さやか。ベッドに横たえられ、完全に体温を失ったさやかの手を強く握りながら、私は声を上げた。彼女の心臓の鼓動がすでに止まっており、二度と目を覚ますことがない現実に直面して、信じがたい感情に襲われた。幼い息子を残し、この世を去った娘の運命に、深い同情を感じずにはいられなかった。さやかが亡くなったことを病院が通知していたはずなのに、たかしは未だに姿を見せていない。一体どこにいて、何をしているのだろう。深い悲しみを背負いながら、たかしへの疑念は次第に強まっていった。そして、さやかの葬儀の日がやってきた。式場に着くと、喪服を着たたかしが真剣な表情で、弔問客と話をしていた。まさか、さやかがこんなことになるとは。病院への見舞いもせずに、葬儀で悲しみの顔を見せるたかしの姿が、どこか不気味に感じられた。一方、ゆうたは、葬儀場のキッズルームで静かに遊んでいた。
ひとみちゃんがユータと遊んでくれてるの？ありがとう。本当に助かるわ。ユータの隣には大学生のひとみがいて、彼の面倒を見ていた。ひとみは私の妹の娘で、ユータは以前からひとみに非常に懐いており、親戚が集まるたびに一緒に遊んでいた。ユータ、いい子だね。心配ないよ。ひとみがそう言ってくれたので、私は安心して間もなく始まる葬儀の会場へと向かった。サエが天国から私たちを見守ってくれてるかな。式では喪主であるタカシが涙を流しながら声を震わせてサヤカへの別れの言葉を述べた。周囲の参列者たちはその姿に若くして奥さんを失ってかわいそうにと同情の涙を流していた。だが私はタカシがサヤカの見舞いに一度も現れなかった事実を知っている。だからこそその涙が真実か疑っていた。そして私はついにある瞬間を目の当たりにした。葬儀が終わり、参列者が皆去った後の人気のない場所で高志が微笑んでいるのを、妻を失ったばかりでどうして笑えるのだろうか。何かおかしい。さやかの死の裏には何かがあるに違いない。高志のその微笑を見て私の疑念は確信に変わった。そして葬儀から約1ヶ月後、私が家で過ごしていると突然インターホンが鳴った。こんな早朝に誰だろう。予定にはなかったが、配達かと思い外へ出ると、そこには高志が立っていた。隣には不安そうな表情を浮かべるユータもいる。何の用かしら、どうしてユータを連れてこんなに早く。理由を考えているうちに、タカシが信じられない発言をした。再婚するんです。この子は邪魔だから、あんたが面倒を見てくれ。はい？何を言ってるの？だから愛人と再婚するんだよ。ガキは邪魔だからババアが引き取れ。実の父親から邪魔だと言われ、ユータは驚いて震え、顔色が青ざめた。愛人？再婚？さっきからあなた何言ってるの？さやかが急にいなくなって困ってるんだ。だからそばであるお前がこの子を引き取るのが筋だろう。つまり私に責任を押し付けると。私が問い返すと、タカシは皮肉な笑みを浮かべた。そういうことだ。連れ子がいると自由になれないからな。新しい彼女は若くて可愛くて最高だから、子育てなんかさせたくないんだ。その後、タカシは得意げに新しい恋人の写真を見せてきた。見てみろ、これがインフルエンサーのアキネだ。 SNS で大人気なんだよ。サヤカとは違って若くて可愛いだろ。写真の女性は間違いなく美人で、スタイルも抜群だった。だがそれがどうしたというのだろう。サヤカを失い悲しみに暮れるユータに対して愛情を示しサポートするのが父親としての責任ではないのか。自分の子を見捨てて何も感じないの？自分のことを言われても、あいつは俺に懐かないし、やたらと大人びていて可愛くないんだ。だからもう一人の肉親であるあんたが育てたら問題ないだろう。タカシは何の罪悪感もなく笑いながら答えた。ユータが聞いているにもかかわらず可愛くないと公言するタカシに、私の怒りは湧き上がった。まさかサヤカの四十九日も終わらぬうちにこの男が新しい恋人を見つけているなんて驚くべきことだ。過去にサヤカから聞いた話では、タカシはその外見と話術で女性に非常に人気があったという。つまり彼は常に女性の関心を集めるタイプだ。どうやって新しい女性と出会ったかはわからないが、タカシにとって女性は簡単に落とせるようだ。一方でタカシもサヤカを失ったことで多少は心細いかもしれないと思うこともできるが、こんな人物にユータを任せ続けるわけにはいかない。
私がユータを引き取るのを拒否し、このままタカシと一緒にいさせることはユータにとって何の益にもならないと確信していた。ユータは私が育てるわ。ただし後からやっぱり返せとは言わないでね。ああ、問題ない。正直子供が苦手なんだ。いなくなればすっきりするよ。それじゃあ頼んだよ。タカシがそう言い放つと、手荒くユータを突き飛ばし、ご機嫌で立ち去った。よろめくユータを私は両腕でしっかりと支えた。おばあちゃん、僕捨てられたの？父の言葉にショックを受けたのか、ユータの体が震えていた。母親を失ったばかりで、今は父にも見放された。この連続する悲劇にユータを深く哀れんだ。涙を浮かべて私を見上げるユータの姿に心が痛んだ。そうだ、あの男は自分の息子を捨てたんだ。しかも再婚するのに邪魔だという理由で。そこにユータの気持ちは全く考慮されていない。まだ母を亡くしたショックから立ち直れていないユータにとって、この現実はとても辛いものだろう。私はユータを強く抱きしめ、母親の代わりはできないかもしれないが、タカシ以上に愛情を持って育てることを誓った。ユータの手を取り、我が家へと導く。ここからは、ここがあなたの家よ。その言葉に、ユータは安堵した表情でうなずいた。晩ご飯を用意すると、ユータは空腹だったのか、食べるのに夢中になった。もしかして、ちゃんとした食事をしていなかったのかい？私が尋ねると、ユータは小さくうなずいた。タカシはただ手軽にコンビニ弁当や菓子パンを渡し、外出する前にこれを食べておけと言い残して家を開けていたらしい。ユータを家に一人で置いて、おそらくは愛人のもとへと出かけていたのだろう。それは容易に想像できた。おばあちゃんのご飯、暖かくて美味しいよ。ユータがそう微笑むと、私は無意識のうちに涙がこぼれた。誰もいない家で冷たい食事をしていたユータの状況を思うと、胸が締め付けられる思いだった。夕食後、私はユータをお風呂に入れ、夜は一緒に寝室で布団を敷いて寝ることにした。母親が恋しくて、ユータはしきりに私に寄り添ってくる。彼の胸を優しくトントンと叩きながら眠りにつかせると、しばらくしてユータのまぶたは重くなり、やがて静かな寝息を立て始めた。一日の出来事で彼も疲れているだろう。私も眠気が襲ってきて、ユータの穏やかな寝顔を最後に見て、眠りに落ちた。その日の深夜、私は突然目が覚めた。隣から何か笑い声がしていたからだ。それは寝ているはずのユータから発せられていたものだ。どうしたの？眠れないのかい？私が問うと、ユータはクスクス笑いながら不思議なことをつぶやいた。ねえ、おばあちゃん、明日が楽しみだね。楽しみってどうして？何かあるの？それは秘密。明日になればきっとわかるから。ユータが不敵な微笑みを浮かべ、まるで何かを画策しているかのようだった。その後、彼はまた眠りについたが、さっきの言葉の意味は何だったのだろう。もしかすると夢を見ている間に寝言を言ったのかもしれないが、その意味深な振る舞いに私は首をかしげずにいられなかった。次の日、私のもとに瞳から LINE が送られてきた。そのメッセージには音声ファイルが添付されていた。何事かと思い再生してみると、耳を疑うような声が流れ出したのだ。春菜ちゃん、やっと独身になれたよ。邪魔なガキもババアに預けたから、これからは二人で幸せになろうね。
その声は甘ったるく、どこかいたずらっぽい猫なで声だった。え？これ、たかしの声？その通り、声の主はたかしだった。電話で瞳に事情を聞くと、彼女から驚くべき事実が明かされた。実は昨日、たかしが私のスマホに間違って電話してきたのを録音したんです。そう。たかしは愛人の春菜と間違えて、瞳に結婚の話をしてしまったのだ。どうしてそんな間違いが起こるの？実は、ゆうたがちょっとしたいたずらをして、たかしのスマホの連絡先を入れ替えたんです。ちょっとしたアドバイスだったんだけど、まさか本当にやるとは思わなかったわ。実際にゆうたは、前日にたかしのスマホのアドレス帳で、瞳と春菜の番号を入れ替えるいたずらをしていたらしい。瞳がそそのかしたこともあり、たかしへの不満を持つ瞳はゆうたに、お父さんを少し困らせてみようかといういたずらを提案していたそうだ。たかしは電話番号が変わっていることに気づかず、瞳だと思って春菜だと信じている相手に甘い声で電話をかけ続けていた。瞳は予期せずに受けたたかしの電話に驚いたが、これが何かの手がかりになるかもしれないと思い、春菜のふりをして会話を録音した。もしかすると、ゆうたが昨日言っていた意味深なことは、このいたずらのことだったのかもしれない。おじさんから変な電話がかかってきたよ。そして、瞳は親戚にその事実を広め、たかしの奇妙な音声が皆に知られることになった。その音声から、たかしと春菜の関係が数年前から始まっていたことが明らかになった。実際、たかしが忙しいと言っていた残業や出張はすべて偽りで、実際は春菜との旅行を楽しんでいたのだ。さやかが苦しんでいた理由は、これが原因だったかもしれないね。さやかは私が心配するのを避けるため、たかしの浮気を誰にも話さずに一人で抱え込んでいたに違いない。私はたかしとその愛人に対して強い怒りを感じた。この件について話を聞かせてもらおう。たかしの家に急ぐと、すでに他の親戚も集まっていた。その音声の意味を教えてくれ。たかしは親戚たちに詰め寄られながら、その音声の真意を説明しようともがいていた。あれはただのドッキリだよ。さやかが亡くなって落ち込んでいたから、ちょっと笑わせようとしただけだから。それは明らかに詭弁だった。私や他の親戚たちが納得していないのは当然のこと。たかしは焦った様子で同じ言い訳を繰り返し、春菜との再婚はさやかの死後に決めたものだと強調し、自分は浮気などしていないと主張した。その音声が怪しいものであることは明らかだが、浮気を断定する決定的な証拠には至らない。それを理解しているにもかかわらず、たかしは自分が無実だと主張し続けた。怒声が飛び交う中、ゆうたが私のもとにタブレットを持ってやってきた。おばあちゃん、これ見て。ゆうたはタブレットを私に渡した。そこにはある動画が保存されており、私は恐る恐るその再生ボタンを押した。映し出された内容は衝撃的だった。動画の日付は、さやかがバルコニーから落ちたその日で、ゆうたがこっそり撮影したものだった。浮気してるのがバレたくないの。突如、さやかの怒りに満ちた声が響いた。動画には、さやかがたかしを浮気の事実で問い詰める場面が映っていた。お前と結婚したのは間違いだった。子供は俺に懐かないし、愛おしさも感じないんだ。もう情熱は冷めたんだ。たかしの隣には浮気相手の春菜がいて、二人はこの口論を楽しむかのように笑っていた。本当に見苦しいね。もう愛もないのに何を引きずってるの？二人はさやかを軽蔑して笑いながら侮辱していた。だからお前は邪魔なんだ。
そう言って、たかしはさやかに近づいていった。ストップ、動画を止めてくれ、それ以上見せるな。動画がこの部分に達したとき、たかしは突然大声を上げてタブレットを奪おうと試みた。だが親戚たちが彼を取り押さえた。たかしの慌てぶりからこの先の映像が彼にとって非常に不都合なものであることが明らかだった。恐れつつも私は震える手で再生ボタンを押し続けた。たかしが迫るとさやかは必死に逃れようとしたが、たかしが通路を塞いでいたため逃げられなかった。後ずさりしながら距離を取ろうとするも、さやかはバルコニーに逃げてしまったため逃げ場はなかった。さよならさやか、お前が悪いんだからな。いや、やめて、近づかないで。その言葉とともに、たかしはさやかを強く押し、彼女はバルコニーから床に落ちた。頭を打ったのか、さやかは一切声を上げることなく動かなくなった。たかしは庭に出て、動かないさやかに声をかけた。さやか、起きろよ、さやか。しかし、さやかからは応答がなかった。彼女は完全に意識を失っていた。計画通りだね。すべてを見ていた春菜が満足げに笑った。意外と簡単にできてラッキーだったわ。その会話は、さやかの死がたかしと春菜によって事前に計画された殺害だったことを示していた。彼らはさやかが倒れた後もただ見ているだけで、救助の手を差し伸べようとはしなかった。その時点で救急車を呼んでいれば、さやかは救われた可能性があった。完璧だ。バカなさやかは洗濯物を取り込んで、バルコニーから床に落ちたんだ。俺たちが疑われることはないだろう。たかし、ちゃんと悲しむふりをして。そんなにニヤニヤしてたらすぐにバレるよ。二人の笑い声が響く中、動画は終了した。ユータはまだ6歳だったが、幼い頃からタブレットを使いこなしていた。そして、さやかは夫の浮気を疑っていたため、家の中のいろんな場所にカメラを隠して設置していた。その時に撮った映像の保存先は、ユータが使っているタブレットになっていたそうなのだ。悲しいことに、母親の最後の瞬間もそこに記録されてしまったのだ。あなたとその女がさやかをどうしたか証拠は残ってるのよ。これでまだ逃げられると思うの？そんな動画は今時誰でも編集できるんだ。6歳の子が動画編集なんて無理だろ。それにこれが本物か偽物かは警察がすぐに調べてくれるさ。もう諦めなさい。そう私が言うと、たかしは親戚たちに抑えられながらも抵抗し、外に向かって走り出した。逃げる意図が明らかだった。私たちはすぐに追いかけたが、たかしは必死に逃げ足の速さを増していた。逃がすもんか！外へ飛び出したたかしが、道へ続く階段を急いで駆け下りようとしたその瞬間だった。うわっ！たかしは急ぎ足で階段につまずき、転げ落ちた。まるでさやかが受けた仕打ちが返ってきたかのような因果応報を見せつけられた。痛みにもだえるたかしを私たちはすぐに捕まえた。離せ！離せ！たかしは暴れたが、大人数に囲まれては逃げることは無理だった。すぐに親戚の一人が警察を呼び、間もなくパトカーが駆けつけた。俺は悪くない。彼女が自分で転んだんだ。ただの事故だ。それは警察で話してもらう。さあ車に乗れ。なんで俺がこんなことになるんだ。ヒュータ、これもお前のせいだ、このガキが。タカシが警察車両が離れる直前までユータに向かって、お前のせいだと叫び続けていた。ユータがその言葉を聞かないように、私は彼の耳を塞いだ。あんな父親はいない方がマシだよ。タカシが怯えた顔をしているのを見て、私はこの子を守ると心に誓った。
その後、私が警察に証拠動画を提出した結果、高志は殺人未遂の疑いで逮捕され、春菜も共謀していたことで逮捕された。取り調べで明らかになったのは、高志と春菜の犯行が再婚をスムーズに進めるためにさやかを排除する、自己中心的かつ保険金目的の計画だったことだ。二人は金遣いが荒く、常に金銭的な困窮を抱えており、ギャンブルでの借金も重なっていた。高志は逮捕されても自分の無実を主張し続けた。さやかが先に手を出したんだ。自分は正当防衛だった。しかし、動画にはその一部始終が記録されていたため、彼の主張は退けられ、重い刑が言い渡された。初犯にもかかわらず計画的な犯行であったため、彼は長期間刑務所に収監されることとなった。春菜には実行犯ではないという理由で執行猶予がついたものの、前科があるためにインフルエンサーとして終わってしまった。それからは影を潜め、夜の仕事に就く羽目に。ストレスから大幅に体重が増加し、以前の彼女から想像もつかない姿になってしまった。一方、私と雄太の日常は穏やかさを取り戻していた。父親の逮捕による影響を心配していたが、雄太は前よりもずっと笑顔が増え、心優しい子に成長している。近くの幼稚園に通い始め、多くの友達ができたようで、私も一安心している。雄太がいなければ、高志と春菜の罪が明るみに出なかったかもしれない。その事実がなければ、二人は罪悪感なく、のうのうと生活を続けていただろう。その時に高志から雄太を引き取っていなければ、どうなっていたかと思うと恐ろしい。瞳も雄太を気にかけてくれていて、放課後や休日には我が家に来て雄太の勉強を見てくれる。だが、亡くなったさやかと幼い雄太にした仕打ちは決して許すことができない。だから、その分私は立派に雄太を育て上げなければと思う。雄太も来年からは小学生だ。この子には未来がある。彼が立派な大人になれるように、私は精一杯育てていかなければ。ゆうた、二人でランドセルを選びに行こうか。あ。満面の笑顔でうなずくこの子を私が娘の代わりに守る。そう心の中で誓った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。明日から母さんが来るからよろしく頼むよ。はあ？いきなり何を言ってるの？自己承諾させるつもり？私仕事だから無理よ。あ、僕が無職だってバレるから休んで。僕は寝カフェで時間潰すから。そうやって当然のように嘘をつこうとする夫。頭に来た私は夫に交通費とカバンだけ持たせて家を追い出した。そしてその後義母に連絡をした。お母さん、知ってもらいたいことがあります。私の名前は香織、32歳の会社員だ。夫のミツルとは結婚して3年が経つ。最初は結婚生活に幸せを感じていた私だが、現在は夫と結婚したことを後悔し始めている。それは夫が全然頼りないからだ。私と夫の出会いは合コンだった。当時、夫は大企業で働く優秀なサラリーマンだった。出身大学も有名大学で、高学歴の高収入でちゃんとしている人だと思った。見た目の雰囲気も爽やかだし、話していても面白かったし、この人と付き合って私も結婚できたら幸せだろうなと私は思っていた。この時の合コンで私たちは連絡先を交換。そして仕事後に食事に行ったり、休日にもカフェだったり遊びに行くようになった。少しずつ距離が縮まっていき、その後私たちは付き合うことになった。彼はとても優しくて紳士的で、私は彼のことがどんどん大好きになっていった。それから順調にお付き合いを進めていき、1年半ほど付き合った頃に彼からプロポーズをされた。僕には香織しかいないと心からそう思ってる。
これからも僕と一緒に人生を歩んでほしい。結婚してください。そう言って指輪を渡してきた彼。私はこの上ない幸せを感じながら彼のプロポーズを承諾した。それからお互いの親に挨拶をし、両家の顔合わせを行った。そして無事に結婚式を挙げて私たちは夫婦となった。新婚当初はとても幸せだった。大好きな彼との結婚。毎日一緒にいられるだけでとても幸せを感じていた。その後、しばらくは楽しく仲良く夫婦での生活を送っていた。夫は料理が全くできないので、私が料理を担当し、夫はその代わりに掃除などの家事をやってくれた。まあ、夫は大企業で勤めていて仕事がかなり忙しいので、基本的に私がほとんどの家事をしていたが、それでも休日に掃除機をかけてくれたり洗濯をしてくれることはとてもありがたかった。天気がいい日は二人で出かけてドライブに行ったりもしたし、まとまった休みが取れた時は旅行にも行った。そうやってたくさんの思い出を作って幸せな時間を過ごしていた。だが最近、そんな幸せな夫婦生活が崩れ始めている。きっかけは夫が仕事を辞めたいと言い出したことだった。僕、今の仕事を辞めようと思ってるんだ。え？どうして？せっかく大企業で給料もいいのにもったいないわよ。まあ、そうなんだけどさ。何か悩みでもあるの？私は夫がどうして会社を辞めたいのか理由が気になった。会社で上司から嫌がらせを受けているのかもしれない。私が協力できることがあったら何でも相談してよ。うん。いや、別に職場の環境は悪くないんだけどさ。ちょっと他にやりたいことができて。やりたいこと？うん。起業してみようかなって。え？起業？なんと夫は自ら会社を起こしたいと言い出した。それってかなりリスクあるんじゃない？絶対に会社勤めしていった方が安全だと思うんだけど。それはそうなんだけどさ、どうしても挑戦してみたくて。夫はそう言って自分の意見を押し通そうとした。昔から夫はあまり自己主張が強くない人だったので、こんな風に自ら強く発言してくることは珍しかったのだ。そんなに起業してみたいのね。ああ、だから香織にも許可をしてほしいなって思って。私はそこまで本気ならやらせてみてもいいかなと思った。一応私もそれなりに稼いでいるし、とりあえずは二人分の生活を賄えるだろう。わかったわ。そこまで言うなら頑張ってみれば。私がそう言うと夫はパーッと表情を明るくさせた。本当にありがとう。俺頑張るよ。やる気に満ち溢れた夫の顔を見ていると、本気で起業をしてみたかったというのが伝わってきた。人生は一度きりなので、やりたいことがあるならやれるだけ頑張ってみればいい。それから1ヶ月後、夫は会社を辞めた。そして会社を起こして営業に回る日々を過ごしていた。だがもちろんだが、そんな簡単に起業がうまくいくわけではない。私は利益が出るまでは1年ないし2年くらいかかると思っていた。そのためしばらくは我慢の期間だろうと考えていた。だが夫はなかなか営業がはかどらないことに焦りを感じていたようだ。どうしてどこも契約してくれないんだ。それは最初は仕方ないよ。根気強く関わっていて、まずはどういう仕事をしている会社なのか理解してもらわないと。その上で初めて契約してくれるところが現れると思うから。私はそうやって励ましてはいたが、夫は納得しているようなしていないような表情だった。まあ、会社を作ったのは夫だから、とりあえずは夫の思うがままにやってみればいいと思う。私は自分の意見はあまり言い過ぎずに夫のことを見守った。たとえなかなか収入が出なくても、その分私が自分の仕事を頑張ればいい。そう思いながら私は仕事に打ち込んだ。そんなこんなで1年が経った。私は仕事を頑張っていたおかげで昇進することができて収入が上がった。これなら少しずつ貯金をすることもできそうだ。昇進できたことに喜んでいた私だったが、一方で喜べないこともあった。それは夫の会社が全くうまくいっていないことだ。1年経っても夫は契約が一つも取れなかった。
夫はどんどん意気消沈していき、やる気もなくなっているようだ。ねえ、もっと範囲を広げて営業をかけてみれば？契約の内容とかも見直したりして、とりあえず契約を結ぶことに注力してみるのはどうかな。私はここまで来たら様子を見守るどころではないと思い、積極的にアイデアを出していった。だが夫はすでに気持ちが落ちていて、あまり聞く耳を持ってはくれなかった。そしてある日、こんなことを言い出した。もうやめよっかな。え？まさか会社を畳むってこと？うん、もう経営はやめる。そんな、あと1年くらい頑張ってみればいいのに。もう無理だろ。僕には何の才能もないんだよ。夫は完全に卑屈になっていた。ここまで落ち込んでしまっていては会社を続けるのは無理かもしれない。それにまた会社員に戻って安定した収入を得てくれる方が今後の夫婦生活を考えるといいのかもしれない。そう、わかったわ。今まで自分なりに頑張ったんだもの。悔いが残らないならやめていいと思うわ。そして夫は会社を潰して無職になった。私は夫がすぐに就活をして仕事を探すものだと思っていた。これから仕事を探すのよね。だが私がそう聞くと、夫は私に悲しげな表情を見せてきた。こんなに心が病んでる僕にすぐに仕事を探せって言うの？香織、それは酷だよ。ごめん。もうちょっとは休んでいいんだけど。一応確認したかっただけ。夫はだいぶ昇進状態のようで、仕事を探す余裕もないみたいだ。あまり催促してはかわいそうだと思い、私は夫の心が回復するのを待つことにした。だがその間に問題がなかったわけではない。その問題とは義母のことだ。香里さん、あなたいつになったら仕事を辞めて専業主婦になるのかしら？仕事はしばらく辞めるつもりはないです。まあ、あなたったら本当にわがままね。普通は嫁は家庭に入って夫を支えるものよ。ましてやミツルは大企業勤務のエリート会社員なのよ。あなたが働く必要なんてないのに。顔を見合わせるたびにそのように怒鳴ってくる義母。そう、義母は夫が会社を辞めて起業に失敗したことを知らないのだ。夫は軌道に乗るまでは義母に内緒にしてほしいと私に言っていて、だがそのまま軌道に乗ることができなかったため、未だに私は義母に本当のことを話せていないのだ。そして夫は、母さんに心配をかけたくないからと言って、今も私に内緒にするようにお願いしてくる。だから私は理不尽に義母に怒鳴られても本当のことを言えずにただ黙っていることしかできないのだ。最初の頃は仕方ないと思っていた。夫が傷ついている中で義母が騒いで面倒なことになったら厄介だ。だが何度も義母に同じことでいびられるたびに、だんだんと夫に対してイライラしてきた。ねえ、もう会社を潰してから3ヶ月は経ったよ。そろそろ仕事を探してもいいんじゃないの？そんなことを言ったって、前に働いてたくらい給与や待遇がいい仕事なんてなかなか見つからないよ。どうしてそういう会社にこだわるのよ。まずは仕事に就くことが大事なんだから、条件はもっと下げた方がいいわよ。いやいや、そんなの絶対にダメだよ。母さんに転職の報告をした際に、なんで給与が下がる会社に行ったのかとかいろいろ聞かれちゃうじゃん。この際いろいろと聞かれてしまえと思った。夫は自分の責任で全部失敗したくせに、余計なプライドだけは張った。そうやって見栄を張って嘘をついて何がしたいのだろうか。いい加減恥を捨てて今の自分を受け入れればいいのに。夫が下手にプライドを守っている限り、私は義母から理不尽に怒られ続けるのだ。そんな風に私はどんどん不満が溜まっていった。そしてそんな中、一気に怒りが爆発することが起きた。明日から母さんが来るからよろしく頼むよ。はあ？いきなり何を言ってるの？夫が急に私にそんなことを言ってきた。どうやら義母が泊まりに来るらしい。どうしてお母さんが泊まりに来るのよ？なんかいろいろと香織に話したいことがあるみたいで。話って何よ？嫁としての自覚が足りないとか、
子供はいつ産むのかとか、そういうことについて。それって全部ただの嫁いびりじゃない。そんな言い方するなよ。とにかく明日泊まりに来るって言ってるから。自己承諾させるつもり？私仕事だから無理よ。そこをなんとかお願い。あ、僕が無職だってバレるから休んで。母さんは昼間から来るみたいだからさ。僕は寝カフェで時間潰すから。そうやって当然のように嘘をつこうとする夫、私は彼にとことん呆れた。もういいわ。これだけあれば余裕持って過ごせるでしょ。1万円あげるから今すぐ出てって。そんな、別に寝カフェに行くのは明日の朝でもいいだろう。どうしてそんなに怒ってるんだよ。あなたのくだらない見栄のために嘘に付き合わせれる身にもなってよ。私はもう疲れたの。とりあえずあなたの顔を見たくないから今すぐ出てって。あ、分かったよ。頭に来た私は夫に交通費とカバンだけ持たせて家を追い出した。そしてその後義母に連絡をした。香織さんから連絡をしてくるなんて珍しいわね。一体何の用かしら。お母さん、知ってもらいたいことがあります。みつるさんはすでにあの大企業を辞めています。辞めた？はい。そして起業をしたんですが、それも失敗して今無職です。はあ？だから今この家の生活を支えてるのは私なんですよ。仕事なんて辞めることはできませんし、お母さんからもみつるさんに働くよう言ってほしいくらいです。私は一気に全てを説明した。すると少しの沈黙の後、義母が口を開いた。はあ、あなたという人は本当にくだらない嘘をつくのね。え？そんな見えすいた嘘で私を騙せると思ってるの？嘘じゃありませんよ。私が今家計を支えてるんですから。もういいわ、電話の時間がもったいない。義母はそうやって私の言うことを全然信じてくれなかった。どうやら私が思っていた以上にあなたには教育が必要のようね。明日は覚悟しておきなさい。義母はそう言って電話を切ってしまった。もう限界だ。私はどうしようもない夫と義母と縁を切ることにした。すぐに離婚届を取りに行き、記入した後にテーブルに置いた。そして荷物をまとめて実家に帰った。夜中に私が帰ってきたので両親は驚いていたが、事情を聞いて呆れていた。もうそんな人とは別れなさい。あなたが無駄に養う必要はないわ。両親が離婚を勧めてくれて安心した。私の感覚はおかしくはなかったようだ。翌日、私は実家から仕事に通った。案の定、昼間から義母からの鬼電が来ていた。メッセージも来ていて、通知の部分に今どこにいるのよといった内容で怒っているのが分かった。だが私は全部無視をして仕事に集中した。そして仕事後は普通に実家に帰った。すると今度は夫から電話がかかってきた。仕方ないので私は電話に出ることに。おい、どうして母さんの相手をしてくれなかったんだよ。母さんしばらく家の前で待ってたそうだぞ。そんなの知らないわ。私はあなたとは他人になるんだもの。え？どういうこと？今にある離婚届見た。夫は慌てて走ったようだ。そんな、どうして離婚なんか。そんなの自分の胸に手を当てて考えればわかることでしょ。私はもう限界なの。働く気のないあなたを養うつもりはないから。私がそう言うと電話の声が義母に変わった。ちょっと、あんたいい加減にしなさいよ。みつるを困らせてどういうつもり。嫁としての責務から逃げて、挙句の果てには離婚宣言。もうあなたには耐えられないわ。こっちからあんたみたいなクズ嫁はお断りよ。そのように私を罵倒してきた義母。じゃあちょうどいいですね。息子さんに離婚届を書いて提出するように言ってください。もちろんだよ。みつる、書いちゃいなさい。そしてすぐに提出しに行きましょう。みつる？どうしたのよ。なんで離婚届を書かないの？このままじゃあなたは無駄にこの女に稼ぎを奪われているようなものなのよ。
大丈夫、あなたの学歴と今の仕事のステータスがあればバツイチでもすぐに再婚相手が見つかるわ。若い夢をもらって子供も産ませて幸せな家庭を築きなさい。そう言って夫に離婚届を書かせようとする義母。すると夫の震えた声が聞こえてきた。母さん、ごめんなさい。え？どうしたのよ、ミツル。俺実は今、無職なんだ。え？起業に失敗して、今は香りの稼ぎに頼って生活をしてるんだよ。そんな、嘘でしょ？本当だよ。だから離婚になったら困るのは俺の方なんだ。まさかそんな。声を聞く限り義母は絶句している様子だった。夫はどうやら泣いているようだ。泣くほど恥ずかしいなら働けようって思ってしまう。そして義母は夫の言うことが本当だと知ると手のひらを返してきた。香織さん、私が悪かったわ。勘違いをしていたみたい。あなたの言うことが正しかったのね。ミツルが困っている時に助けてくれてありがとう。これからも一家の大黒柱として支えてくれないかしら。この後に及んでよくもまあそんなことを言えたものだ。絶対に嫌です。離婚してください。応じなかったら裁判を起こすので。話は以上です。それじゃ。私はそう言って電話を切ってやった。折り返しの電話が来たが全部無視。すると数時間後に夫と義母が私の実家にまでやってきた。二人は土下座をして私と話がしたいと言ってきたが、父が追い返した。こうなるまでずっと娘は充君にいろいろと提案したり相談したり、夫婦として改善しようと試みていたそうじゃないか。それを全く聞かずに夫婦の関係を壊したのは君の責任だ。これ以上娘に付きまとうのなら警察にも相談するからな。父がそう言ったことで夫と義母はすぐに逃げていった。その後私は弁護士を通して夫に離婚を要求した。裁判を起こされたくなかった夫はすぐに離婚に応じてくれた。そして元夫はすでに働く意欲を失っており、部屋の家賃や光熱費なども支払えなくなって実家に戻ったそうだ。だが実家ではすでに義父が亡くなっており、義母が一人で住んでいる状態。年金暮らしの義母にとっては大きな子供はかなりの重荷だろう。噂では義母がパートに出てニートの元夫を養っているそうだ。義母が毎日疲れた顔をしながら働きに出ているのを近所の人がよく目撃するようだ。その話を聞いて自業自得だと思った。一方私は実家から仕事に通い、収入のほとんどを貯金に回している。しばらく恋愛はいいので、資産を増やして今後の生活に備えていこうと思う。本当にどうしようもない夫と義母ですね。夫については出会った時はちゃんとしていただけに、主さんも本性に気づくことができなくて気の毒でした。それでも縁を切ることができてよかったと思います。これからは自分の収入を自分のためだけに使って幸せを手に入れてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。